皆さんこんにちは。今回はですね、上野明日美四段と牛栄光四段の新人王戦本戦2回戦のハイライトをお伝えしたいと思います。牛四段なんですけれども、牛四段についてね、ちょっとお話ししたいんですけれども、牛四段は実はですね、2016年とかそれぐらいの頃は非常に期待の新人としてね、非常に将来をね期待されてた、そういう棋士なんですけど、有望視されてたそういう棋士だったんですけれどもね、実は2017年にですね、韓国女子囲碁リーグに出場することになったんですよね。外国人選手としてね招聘されたんですけれども、韓国でも有能な棋士だということで、しかしそこでですね6戦したんですけれどもね、1勝もできなかったんですよね。6戦全敗という惨憺たる成績で終わってしまったんですけれどもね。でそれから牛四段が、あまりそのもてはやされなくなったというか、それまでは結構期待されてたそういう棋士だったんですけれどもね、そういういきさつがあります。ただね、これに関しては、韓国女子囲碁リーグっていうのは早碁ですからね、多分ね早碁に対応できなかったと思いますね。これは結構言って、早碁に対応できなかったのは、中国でも結構対応できずに、これといった成績を上げられずにね終わってしまう棋士もね結構いますし、藤沢五段もですね、参加してたんですけど、2016年から成績パッとしなかったですね。早碁の時はもう本当5割がやっとでしたね。で、そういうのがありますので、その気力云々よりもね、そういうその適応するのが難しいと、そういうことだったと思うんですけれどもね、そういうふうになってしまいましたね、それ以来ね。では、ショートから見ていきたいと思います。牛四段の黒番です。いきなりね、かかりましたね。上野四段はこういうことよくやりますね。挑発っていうか、わからないんですけど、結構やってきますね、こういうことね。で、これ、冷静に受けましたね、黒は。付け引き定石ね。で、ここです。腰に打ちました。で、三入って、で、ここね、開きますね、三間にね。で、また三入りましたね。ですから、これ、牛四段はですね、これ、実利派ですね。で、こう、桂馬にかけて、これ、桂馬にかけられるのは、結局、こっちはかけずに、こっちはかけたっていうのは、こっちの主張がいいということですね。それが前提とされてますね。主張が悪いときは、ここつけられると結構難しい定石になってしまうので、で、難しい定石を打つ棋士じゃないですから、上野四段はね。ですからね、そういうのがある、その違いですね。ここでの受け方と、ここでの、対応の仕方の違いはね。で、ぶつかって、こう、打ちまして、白がですね、ここで、ここ下跳ねましたけれども、この定石はですね、白がね後手になるんですよね、この定石は。ですから、ここではこっち下跳ねよりもこっちを跳ねた方が良かったですね。こっちは大きいですから、こっちは良かったです。しかし、こっち跳ねましたんで、こういってね、でこう切りまして、ここではもちろんね、この主張がいいですから、黒もこっちに打ちますね。この石を一応取ることはできないですけれども、打てるんですけれども、それでもね、ちょっと不利になるということで、で、ここで当たり、こっちは当たり打ちまして、で、白はここ当たり打ったときに手を抜けるんですよね、黒が。ですから、後手になるので、ですから、こっちかかった方が良かったということだったんですけれども、で、黒はね、この大場ですね、ここ。今、最前手ですね、こう一番大きいところですね、ここ。ここに行きましたね。ですから、これは黒がうまく打ってますね、布石に関しては。黒がやっぱり人工知能を研究してるっていう感じですね、これね。ここまでの進行を見た感じね。
で、まあ、こっちかかりましたけどね、結局は。結局はこっちかかりましたけどね。コスんで、でまあ、こう大きく開きましたね、ここね。で、まあ、あまりにも大きいので、まあ、あの打ち込みました、黒は。で、ここを守りましたね、ここをね。まあ、ここはかけ継ぎで守るか、単についで守るかっていろいろあるんですけども、まあ、ここの守ること自体は、まあ、打ち込まれた時点ではね、ここは絶対の手だったと思いますね。はい。必要な手だったと思います。で、桂馬に打ちました。で、まあ、つけたんですけれども、このね、割り込んだ手がね、まあ、なかなかの好手でしたね、これ。相手で節をつけてね、まあ、ついたときに、覗いて、で、これ切りましてね、はい。ここまでは、まあ、黒がね、まあ、うまく打ってるような気がしますね。で、まあ、こう、逃げて、伸びて、これ、生きないといけないですからね、逆に白がね。下がって、で、駆け継いで。で、まあ、ここ、這いましたね。で、黒はここ、駆けまして、で、白はこれ、逃げましたね、この石をね、こすんで。で、まあ、ここに、まあ、狭間に打ちましたね。ここね。ここに打ちまして、桂馬で逃げて、で、桂馬に打って。で、また桂馬に逃げたんですけれども、まあ、現在の、形勢なんですけれども、ここまでの。今は黒がいいですね。黒が 63% で1目半有利ということになっておりますね。はい。ちなみに、ここ抑えられたら、この石ちょっと生きてないですね、まだ。それまあ、生きてはいないというか、まあ、生きないといけないですね。はい。で、まあ、ここでね、打ち込みましたね、これね。はい、打ち込みました。で、これに対してですね、まあ、遮りましたね、ここね。はい。ちなみに、ここではよく上等手段で、まあ、ここに、差し込む、まあ、当て込む手が、こういう手がよく打たれるんですけれどもね、どっち受けますかということで。で、まあ、絶対に黒はこっちを打つんですけれども。で、この交換をしなかったですね。白は。で、まあ、こういったらこうで遮断するっていうことなんですけれどもね。はい。まあ、もちろん、こういうふうにはできないですよ、これは。こういう打ち方で、これはできないですよ、これ、こう打って。まあ、これが先手になりますので、はい。先手でこれね、遮断されてしまいますから、これは無理、できないですからね。でまあ、ここでね、まあ、単に交換せずに遮断しました。で、一軒飛んで、で、ここにこすんだんですね。まあ、このこすんだ手は、結局、まあ、上から行ってもですね、これ、上からこうつけてもですね、上からこうつけてもですね、黒にこう行かれると、これがちょっとね、取れないんですよね。ここに行かれると。まあ、例えばこういうことをやっちゃったら、ここ二軒開いてしまいましたね。まあ、これはもう、とても取れないですから。ですから、まあ、ここに受けましたね。まあ、敵の急所は我が急所というところで、まあ、ここに打ったんですけれども、まあ、こすみまして、まあ、ちょっと圧迫してね、圧迫していきましたね、黒が。で、逆にね。で、白が飛んで、で、飛ん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 で。で、まあ、ここでこっち一軒飛んだんですけれども、まあ、完全な空中戦になってますけれどもね。で、まあ、これね、よく見たら、まあ、白が攻めるはずだったんですけれども、黒をね。どっちが攻めてるかちょっとわからないですね、これ。パッと見、白が攻められているような気がしないでもないですね。はい。実際、形勢もですね、現在ね、黒が 73% で3目半有利なんですよね。ですから、はっきり言って、白は攻めてるつもりかもしれませんけど、僕が見た感じでは、なんかちょっと攻められてるっぽいっていう気がしますね。でもおかしいですね。もともとここ白のね、もともと白模様だったところに相手に入られて自分が攻められると。ちょっとおかしいですけれども。まあ、そんだけうまく打ってるっていうことですね、黒はね。で、まあ、ここで黒は、これはちょっと切りに行きましたね。まあ、ここまでやる必要あったんかと思うんですけれども。で、これね、覗いて、
で結局押さえましたね、ここで、ここで覗きました。で継いで、でここで桂馬に打ちまして、この石をね、まあ、取りに行きましたね。はい、こうはっきり言って今白の方が危ないですね、これ。でまあここに打って、これ遮って、でまあ一間飛びまして、でここでね、黒これ切りましたね、ここをね。はい、でまあ白はシチョウで抱えましたね。はい、当たり打って、継いで、でこれ覗いて、でここでこっちを覗きましたね。でまあここで黒はこっちを継ぎましたね。はい、まあこっちを打つ手もあったみたいですね。まあ、もちろんこっちを打ったらこういうふうに打ってね、まあこう打たれて、まあ、こうやってこれがね取られてしまうんですけれども、ちなみにこっちをグッと出たらこっちの辺がまあ取れますので、まあどうだったかっていうのはありましたけれども、まあ全体を取りに行きましたね。でここで、で結局ここ継がないといけないですから、結局継ぎましたね、こっちかこっちね、継ぎました。で結局こすまれましてですね、結局あまりその覗いた効果はあんまなかったですね、これここに。まあもちろん後でね、ここに打って、まあちょっと利かしみたいなのはありますけれども、でまあここつけましたね。まあ、何としてもこの2子を取ったりして、この石はね、もうこれは生きるスペースあんまないですから、はっきり言ってしのがないといけないんですけれども、まあここでまあ最強でね、秋三角で頑張りました、黒ね。でそれで白はこう覗きましたね。でまあこれはですね、お前も生きてないぞと、黒よ、お前も生きてないぞということを主張してますね、これはね。はい、でこれは受けずに、継がずに、まあ、反発で押しましたね。でここは押しまして、でまあもちろんこれはね、下がらないといけないですね。下がりましてね。で白はここでね、伸びましたね、ここね。でこう打ちまして、で切りました。で当然これはね、まあ石取らないといけないですから、黒はこう下がりまして、まあ跳ねたんですけれども、まあそうです、ここでは、まあ、跳ね自体は、まあ、受ける必要がないのでね。でまあこっちにね、はい、こっちで受けましたね、この石を取るということでね。でこの石一生取れば、この白はね、自動的に死にますので。で、まあ、ここで跳ねたんですけれども、さあ、ここでですね、これ割り込んだ手がね、これは大失着でしたね。これは大失着でした。ここでは、この一目を取らないといけなかったですね、こうやって。結局、ここ、打たないといけないんですよ。先手なんですね、一目取りが。で、まあ、こういうふうに言っておけば、これはもう取られてますので、ほぼ。まあ、もちろん白もこのように頑張ってくる可能性はありますね。はい。で、まあ、これはつけましてですね。まあ、これは取れてますしね。で、また、あと、そうですね。あと、まあ、それでですね、先ほどもちょっと私言いましたけれども、黒がね、ここに来たら、この石がね、非常に危ないんですよね。ですから、こういうふうに打ってれば、おそらく、黒が、かなり良かったと思うんですけれども、さあ、ここで割り込んでしまいましたので、これちょっと問題になりましたね。こう、継ぎましてね。で、ここでね、切るんですよね、これ。これでですね、逆転ですね。これで今は逆に、白が 64% ぐらいですか ?5 目有利になってしまう、なってますね。はい。で白はこれ取りましてですね。まあ、こう割り込むんですけれども、で、これが、継いで、まあ、当たり打って継いで、もちろんここ押さえてね、まあ、当たり打って、継いで、跳ねて、まあ、当たり打って抜いて、放り込んで打って、まあ、これ絞ってね、当たり打って継いで、まあ、黒がここ、当たり打たざるを得ないですね、今はもう。こっちにね。で、こっちに当たり打たれて、これこうになってしまいましたね。はい。で、まあこれ出まして、
まあ、受けて抜いてですね、はい、でまあ黒はここ押さえたんですけど、まあ、これ押さえた手は先ほど言ったようにこの石が生きてないということですね、はい、で結局これ解消しましたね、はい、でまあこう曲がりまして押さえて、まあ、ここに打ちましてね、でつけて挟みつけて、一応この手はこの石はまあ死んでるんですけれどもね、このここは死んでるんですけれども、でここでこれを抜きましたね。まあ本来であればここはもうここを当然受けないといけないんですけれども、こうやってね、はい、これじゃ足りないと見たんですかね、はい、それでまあこれを抜いて、まあ、これを取ろうと、これも取ろうということですね、はい、こっち捨てて、でまあこう切りました。ここ取られましたね、逆にね。またもう今はですね、もう白がもう24目ぐらいですね、もちろん勝率は 99% ですけれど もうここ別に死んでもね、どっちか生きればいいですから。でこの石はちょっと取れそうにもないんですね、ちょっとこう空間が多いですから。でまあ覗いたんですけれども、ここではね、あの手を抜いて、まあ、こっち打ちます。まあこれはこう打ってもこれは死んでますね。ただこれ切られたら攻め取りの味がある、ので非常に気持ちは悪いところです。まあね、点で当たり打ってこうで、結局これはあの取られてはいますね、はい。まあ結局まあこれはもうこれ以上打たずに伸びて伸びてね、これ助けに来ましたね。まあこれ助かりさえすればもうここも取ってるし、ここも取りましたから、これはもう勝ちですから。でこうつけたんですけれどもね、で跳ねて、でここで覗いたんですけれども、ここでですね、何を考えてたか知らん、わからないんですけども、ここを打った手がね、まあ、これが敗着になってしまいましたね。敗着っていうか、まあ、もともともうここ取られる時点でもう負けなんですけれども、これがもう錯覚ですね、これはね。でこれもう切られて当たりですから、でこれ継がざるを得ないんですけども、まあ、当たり打ってね、これ抜かざるを得ないですよね、これ。で、まあ、これ抜かざるを得ないんですけれども、抜くとか継ぐとかしないといけない。抜かざるを得ないんですけれども、まあ、抜いたらね、これでね、打って返しですから、それで結局この時点でね、投了しましたね。はい。これで。これ取られちゃったですから。以上です。